県内の宿泊施設に直接予約をした人が今月11日からおとといまでにおよそ16万5千人に上ったと発表しました今年7月と8月に県民割を使った三重県内の宿泊者数がおよそ16万9千人でそれとほぼ同じ人数が1週間ほどで予約したことになります県によりますと予約をめぐった目立ったトラブルはなく全国旅行支援が始まってから 平日の予約数が1.5倍に増えた宿泊施設もあるということです。